古田の第一打席、左中間を破りました。しかし荒井ホームクロスプレーはタッチアウト。3回もチャンスで再び古田、おっと危ないワイルドピッチでとりあえず七夕の1点をもらいました。なおもワンアウト3塁とチャンスが続きましたが、ここは角が踏ん張りヤクルト1点止まりです。この後6回に逆転を許したヤクルトですが、すぐにその裏、古田の今日2本目のヒットなどで立ち直りかけた角を攻めてワンアウト満塁のチャンス。ここで池山がヒット狙いのバッティングでセンター前へ2点タイムリー、再び3対2とリードを奪います。中4日先発のヤクルト岡林は粘り強いピッチング、ランナーは出しますがバックの好守備もあってなかなか得点を許しません。特に7回このセンター飯田の超ファインプレー、抜ければ同点の場面だっただけに値千金の好守備でした。そして粘る中日にとどめを刺したのは本当によく打つハウエル。8月早くも7本目となる2試合連続の19号アーチで5対2と中日を突き放しました。岡林は12安打を浴びながらも無四球で完投、11勝目を挙げチームもがっちり首位キープです。1点を追うヤクルトは2回、現在ホームランキングの池山、21号ソロホームラン。今シーズン初先発与田の度肝を抜く一発であっさり同点に追いつくと、ツーアウト後ランナー2人を置いて2番新井、右中間を深々と破ります。この後もう1点を加え4対1、ヤクルト一気に逆転です。さらにヤクルトは5回、ランナーを1人置いて再び池山、22号ツーランホームラン。今シーズン初の1試合2ホーマー、主砲も全開のヤクルト打線はこの後も中日が繰り出すピッチャーをことごとく打ち砕き、終わってみれば15安打9得点。先発の西村も2回以降立ち直り、完投で3年連続の10勝目、ヤクルトは4連勝、この勢い当分続きそうです。アンナウト。続いて3人目は高津、代打長嶋をセンターフライに打ち取り2アウト。満塁となったところで4人目の隅、バッター山本は空振り三振、野村監督必死のリレーで1点を守ります。そんな投手陣の踏ん張りに7回打線が応えました。2アウト2塁1塁から土橋の打球はセンターの頭上を越えました。タイムリーツーベースで1点追加、2対0。さらに古田が2点タイムリーヒット、4対0とドラゴンズを突き放します。そして最後は内藤が締めて完封リレー、投打が噛み合ってスワローズいよいよ走り出しました。強いところに入って